ミネオ TV。ミネオ TV。はい、皆さん、おはようございます。ミネオです。本日は、今回、レオナさん、ダイ君、卵イベント来てますけども、こちらのガチャ、私はまあ、いろいろあって、引いた方がいいと思って、多少引かせていただいたんですが、まあ、引いた方がいい理由、引かなくてもいい理由、こちらの方それぞれちょっと考えてみましたので、聞いていただけたらと思います。はい、じゃあまず、ガチャですね。今回、イースターガチャ、レオナと、ダイ君、こちらがあと1週間ほどに迫ってます。はい、で、まずこちら今回何がいいっていうのは、あの縦ブロックはあるんですけど、すり抜け防具がない。これ大きいですよね。これ大きい。すり抜け防具ないっていうのは大きい。これはかなり大きいですよね。で、なので、宝探しポイントの時、武器確率なんと 33.33333% お、3分の1。お、これはとてもいいよね。はい、そういうことで、かなり確率は高くなっていると思います。はい、そしてじゃあまず一つ目ね、大きい、引いた方がまあいいんじゃねえかという理由、一つ目、大きい一つ目、はい、そう、水晶ですね。はい、今回まあそれに付随した水晶、こちらが、出てます。で、これで、ね、ここはあのレベルマックス値が載ってるんで、一応39かな、2つ合わせて 39% となってますが、これ1つだと、35ですね、 35% ということで、普段の、水晶の価値っていうのがだいたい 25%26%、 ものによっては 26% かな、うん、攻撃系のこの2つ合わせて、25、6% なんですけども、今回はゴメちゃんとかと同じで、打属性魔法攻撃、これだと合わせると 35%。 まあこれ重ねる人はあんまいないとは思うんだけど、まあいるかな。なので、もしこの X スーツ大君、もしくはバニーガールレオナさんね、あ、バニードレス、すいません、バニードレスレオナさん、こちらが当たった方は2つ以上もし当たっちゃった、あ、当たっちゃったな、たまたま、あ、たまたま炊き出しガチャ引いたら、あ、1個当たっちゃった、あれまた今日も当たったのみたいなね、まあそういう人もいるかもしれない。うん、これ真面目に引いたら結構大変だよ、これ 1% だよね確かね。うん、まあ、なので、2つ以上当たった方っていうのは通常の3つ分の価値がほぼありますので、もうそれは引いた方がいいと思います。はい、先ほどちらっと言いましたが、ちなみに、ピックアップは 0.5% です。なかなか、なかなか、運営さん早く天井お願いします、はい、これなかなかです。追憶でも、16.6 なんで、結構むずいね、6分の1、7分の1、うん、ってことなんで、もしね、運よく2つぐらい当たった、もしくはまあ1つ以上当たっちゃったっていう方はね、引いた方がいいんじゃないかと思います。はい、ほんと 35% はやばいですよ、本当にやばい。で、まあそれに付随してということなんですが、今回のこの水晶およびこのイースターガチャ、限定装備です。怪獣、美しき姫君、バニー S 限定宝探し、ね、引いた方がいいかなっていうより2つ目は、もう限定ってことですね。はい、これバランとかと同様に、後からやっぱ欲しかったのにって思っても、まあ来年かだいぶ先になっちゃうと思うんでね、なので、そういうことが苦になる方は、まあ、引いた方がいいんじゃないかと思ってます。はい、そして、3つ目、何より闘技場、まあ今回の闘技場もそうなんですけども、打属性、
光属性って結構貴重で、特にあのレオナさんの場合打属性の遠距離なので、なかなか闘技場で活躍しちゃう、うん、今回も、レオナさんいきなり結構育てちゃったっていう方は、あ、闘技場ポップにとレオナさん書いたらスコア更新しちゃいましたてへとかね、え、レオナさん入れたら順位が何十番上がったんですけど何これ楽勝みたいなね、まあ、そういうことがあるので、まあ、レオナさん結構優秀、しかも範囲攻撃なんで道中使えちゃうんですよね。なので、闘技場を少しでも極めたい方っていうのは、まあ、引いた方がいいかなと思います。まあ服がね、まあこのかぼちゃパンツとかね、まあ思っちゃうんだけど、ちょっと運営さん一つだけ、あのレオナさん手だけもうちょっと小さくしてもらっていいでしょうか。本当にこれちょっとね、本当お願いします。はい、あとちょっと余談なんですけど、あと回復あとおよび攻撃持ちなので、やっぱレオナさんって優秀だよねっていうね、いう感じになってます。はい、じゃあ次ね、引かなくてもいいんじゃねえか、もうそんな引いてねえのはおっさんってね、そういう方、もしかしたらこのレオナに代わって後日ね、ベタンポップも来るんじゃね、来るはずでしょ、ベタンのポップ来るんじゃろう、だから引かねえね、そういう方、そういう方はちょっと待った方がいいかな、うん、ワンちゃんね。で、2つ目、今まあ4月中頃で、前回の運営さんの生放送でありましたように、4月末および、5月のゴールデンウィークにかけて3人、キャラも実装確定しております。はい、マトリフさん、ヤリ・ヒュンケルさん、ブレイザードさん、フィンガープレアバームズ、フィンガープレアバームズ、まあちょっと属性が違うんであれなんですけど、なので、無課金美課金の方はもうこんなとこで使ってるでよ、俺はヤリヒュンケルが欲しいんだよおっさんとこうねなっちゃうけども、まあフィンガープレアバームズはちょっとやばい気がする。うん、まあそれも含めて、あと何よりあと1ヶ月もすれば、ドラクエの日にまつわった多分ドラクエ界隈の大きなもうお祭りイベントが始まっちゃうということで、ここに絶対一発大きいガチャ入れてくるはず。そうなった時にやっぱりね、あー、ここ貯めてたジェムぶっぱしちゃったどうしようってね、こうなっちゃうんで、まあその日までは貯めたい。でそこにまた限定装備なり限定キャラ来ちゃう可能性もあるんでね、非常に危ない。うん、まあそこにかけてる方はまあやっぱり、あ、まあうんうん、ちょっと我慢していいかなというね、うん、感じはします。はい、そして、3つ目、今回、まあ、貴重な光及び打属性の、キャラというか、まあ、奥義だったりするんですが、もう実際ね、俺は打属性はマームって決めてんだよってね、そういう方、もうちょっとしたらどうせね、ヒュンケルのね、アバンクルス来るでしょ、それ多分光でしょとかね、いやもうそんなね、マトリスさんどうせメドローは使えるんでしょとかね、まあ割とその属性でやっぱり1キャラ以上っていうのがね、このゲーム、まあ欲しいとこなんで、まあある程度その属性でね、極まったキャラを持ってる方っていうのは、まあそこまで引かなくてもいいかなと思ってます。はい、今回、引いた方がいい理由、まあ、引かなくてもいい理由ということで、大体3つずつ紹介させていただきました。途中ね、レオナさんの場合は、まあ、前回のキャラでもいいんですけども、今回のキャラの方がかなり性能が良くなってるのと、やっぱ CT 回復、こちらがかなり私的には引かれたので、引きました。で、まだね、天井実装がまだなんで、なかなか引くのためらわれるとは思うんですけどね。うん、運営さんはちょっと早めに、なんとか、お願いします。本当に。ちょっともうさ、次のガチャぐらいがさすがに天井来るよね。どうなんだろう。
ね、お願いします。あとレオナさんの手早めに小さくお願いします。はい、はい、ということで、今日も、ご視聴最後までありがとうございます。またよろしければ、チャンネル登録、ツイッターのフォローぜひよろしくお願いします。それではバイバイ。